さんこんにちは、スミレーナです。今日はオリンピックで皆さんお忙しいところお集まりいただいてありがとうございます。今日発売したということでたくさん宣伝していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そうですね、もうとにかく細かいところに本当にこだわって作って、体のスタイルの調整というか体作りっていうところにもこだわってベストな状態で臨めたのかなって思うので、そういったところを隅々まで見ていただけたら嬉しいなと思います。体重を2キロ増やして、私写真集自体がすごく好きなので、いろんなタレントさんとか女優さんの写真集を持ってるんですけど、一視聴者見る側としてあんまり痩せすぎよりはちょっとムチッとしたプニッとした感じのスタイルが好きで、読者としてなので、自分も写真集出すにあたって少し体重を増やした方がいいのかなと思い、今回ちょっとプニプニめで体型作りをしました。直前に食べて増やそうとするとただただお腹が大きくなっちゃうだけなので、1ヶ月くらい前から頑張って食べるようにして、で最後の2週間3週間あ最後の2週間3週間じゃない2ヶ月ぐらい前かごめんなさい、2ヶ月ぐらい前から食べるようにして、で体重を徐々に増やして、でそれでなんとなく全体的にお肉が行き渡ったなって思ってから、お腹は絞りたかったので、最後の 2,3 週間ぐらいで減らしていくような調整をしました。せましたね。もう絶妙なプニプニ具合を表現できたのかなと思います。特にお腹のプニッとした感じとか二の腕のプニッとした感じとかが分かりやすく出ているかなと。あとさっきのお尻のカットもそうですけど、プリンとした感じとかが出せているのかなと思うので、プニプニ感を見ていただけたら嬉しいです。言い出したら本当にキリがないんですけど、まずこのサイズもそうですし、あとこの材質、紙の材質とか、あと中のページの材質もそうですし、あとはここのこっちですね、帯の文字の字体とか、ごめんなさいカメラさんそっち撮っていただいたのにごめんなさいね、こっちの帯の字体とか、あとここのタイトルの隅の色なんですけど、ここの色を全体のバランス見た時に黄色と黒じゃないですか。なのでここにバランスをよく持ってくるにはどの色がおしゃれなんだろうって考えた時に、やっぱり入れて不自然じゃないのってこのリップの色かなって思ったんですね。でそれでこのリップの色を抽出して、でそれでそのまま使うとちょっと暗かったので、若干明るくしてこの色にしてくださいっていうのを編集の方にお願いして、初めてそんな色の見本でもらいましたっていうふうに言われたぐらいこだわって、はい、タイトルの色も決めさせてもらいました。お気に入りのページを選ぶのが大変な作業だったんですが、どうしよう、まずじゃあ本表紙から言っていいですか。そうですね、はい。じゃあまず1個私のこだわりポイントで、本表紙といってこのカバーを取ったところのもう買った人だけしか見られない場所なんですが、この本表紙っていうものがあるということを私は初めて今回写真集を出すにあたって知りました。でこれ水着のカットなんですけど、逆側というか見開きで見るとこんな感じになってて、ちょっとドキッとするカットじゃないですか。なのでこのページがお気に入りです。買った人だけしか見られない本表紙、はい、と中のページで言いますとね、よいしょ、中のページもごめんなさいね、よいしょ、よいしょ、中のページはここですね、はい、お尻カットです。ここはお尻に砂がついてるカットってちょっと良くないですかっていう話をカメラマンさんとして、で特にこのこちら側のこっち、あ、ごめんなさい、こっちですね、こちら側のページのここの本当細かいんですけどシワの部分、お尻のここを消しますかっていう話があったんですけど、私はここはあった方がちょっとエッチなんじゃないかなっていうことで残して、
あえてリアルさを大事にして、作ってもらいました。はい。と、次が、なんか中上って言ってた。通常、この辺のシワは消すらしいんですけど、もうここはあえて残して。あと、これですかね。こっちのページなんですけど、このページは、本がほぼ出来上がる直前ぐらいに、私が、やっぱりこっちの表紙の方が良くなかったですかっていう、顔アップの表紙がちょっと捨てがたいなと思い、はい、この写真、表紙にしといたらよかったなーっていうぐらいの思いの写真です。まあ、でも最終的にいろんな人に話を聞いたら、こっちの方がいいよっていうふうに言ってもらえたので、私の気持ちは収まりました。はい。と、もうね、やっぱ優柔不断なんですよね、本当に。表紙もたくさん、いろんな人に周りに意見を聞いて、どれがいいですかって候補を、見てもらって、で、これがいいんじゃないみたいな感じで言ってもらったものの、結局違う写真にするっていう、もう本当優柔不断が爆発してたんですが、もう一個お気に入りは、先ほどお話しした夕景の写真ですね。この2枚。もう奇跡的にこの夕焼けの、色が入ったという。これはとってもおしゃれな感じで撮れているので、なんか雰囲気のある素敵なショットになったかなって思っています。はい。こんな感じですかね。あとはまあ水着の写真とかもあるんですけど、もう本当にアナウンサー、局アナ時代自分が水着で写真を撮ってもらうなんて思っても見なかったので、そういう意味ではかなりレアな撮影シーンになってるのかなと思います。個人的にカメラマンの三平さんの私は大ファンで、もうとにかくとっても素敵な写真を撮られる方なので、最初に写真集をっていうふうにお話しいただいた時に、もう撮っていただくなら三平さんにっていうことで、ラブコールをさせていただき、今回かなった写真集で、で三平さんもね、太鼓判をしていただくださったので、今回そんな自信を持って出せる写真集ができました。一人でも多くの方にお届けできたら嬉しいです。ぜひ、お手に取ってご覧ください。